グラスに入ったライムエードライムエードは砂糖で甘みをつけたライム風味の飲み物である。典型的な作り方はライム果汁を絞りシロップまたは蜂蜜を加えたものを水で割れる。砂糖や蜂蜜をさらに加えることもある。ウォッカやテキーラを加えるとライムエードカクテルとなる。主要な飲料メーカーのほとんどは独自ブランドのライムエードを販売している。例えば AG バールや ニューマンズオーンは2004年から販売し、ミニッツメイドもライムエイド人気に応え、チェリーライムエイドを導入した。ソニックドライブインは、スプライトを用いて、チェリーレモネードを作っている。インド及びパキスタンでは、最も人気のある飲料の一つで、ニンブパーニ、またはリンブーパーニとして知られる。ニンブパーニには、レモンも使われる。ガイアナやトリニダード島等の南国でも人気があり。 これらの国ではライムが一般的である。タイやその他の東南アジア各国でもレモンが比較的希少でライムが豊富にあるためライムエイドは広く入手できる。タイのライムエイドは塩味で全く砂糖を入れないこともある。ありがとうございます。